もう回ってますので、ありがとうございます。じゅんこさん、先生の声が一番ちっちゃそうだから、なるべく大きく喋り、ここにマイク置くね、皆さん、はい、ここマイクね、これ気をつけてください。あ、入ってる先生。ガラクモシとこの方がいいのか。あ、下が映んなくなっちゃうのか。そうなのよ、はいはいはい。皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。タティアナ・オクタービアでございます。もう初っ端からね、呼び込むよってね、言ったんだけど、始まってるの、始まってるの、お二人座ってるんですよ。お願いします、はい。打ち合わせが全然できなかったという、はい、今回のタティのチャンネルですけれども、はい、皆さんもご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、枝豆カオルにお邪魔して、お料理をね、させていただいたので、コラボということで、今回私の方で、じゃあ自己紹介は各自ご自身でお願いいたします。あ、ジュンコさんからどうぞ。枝豆ジュンコです。イエーイ、おなじみですね、変なおばさんです。でこちらの美女は、はい、はい、あの枝豆カオルという番組で、あの料理を担当して、担当って変ですかね、うん、あの一人だもんね、担当一人しかお料理担当、料理研究家のカオル先生、枝豆カオルではカオル先生までが名前なんですよ。じゃあカオル先生です。そう、さかなクン方式で、あの、はい、カオル先生、カオル先生でございます。何言ってか分かんないです。よろしくお願いいたします。お願いします。で、私のチャンネルの方では、うん、私の飲みたいスムージー、うん、ずんこさんの飲みたいスムージーをそれぞれ適当に作って先生に評価して、怖い、私作ったことないの。私もないのよ。怖い。私も今日初めて。なんとなくこういう時って、うん、自分 の、ね、あの得意というか、ね、なんか普段使い慣れてる、うんうんうん、作り慣れてるものを、うん、なんか作るイメージがあるんですけど、うん、お二人とも初めてです。はい、初めて。じゃあ今日はこの3人でチャレンジしてまいります。やってこー。やってこー。はい、というわけで、じゃあ早速食材紹介していいですか。私の方からじゃあ、うん、させていただきます。もう混ぜられちゃったんだけど私はまずこれ、明治さんブルガリアヨーグルトでございます。明治さん、なんかお仕事してらっしゃるのかと、してた、ね、ねえのタイアップで何回かやってた、ね、お世話になりました。だから私これ選んできたんだけど、あ、すごい、ちゃんと見てんだ。明治さん、見てますか。明治さん、タティも使ってくださいな。タティに明治の案件、一番いいんじゃない？お願いします。美容ヨーグルト。コラボで、コラボで、コラボで。ブルガリアヨーグルトと、うん、美容でもおなじみ、ブルーベリー。うん、これはね、わかる、私も買ってこうと思った。ね、いいよね、うん。アントシアニンとか入ってるから、入ってるから、入ってるから、ブルーベリー。そして、なんかわかんないけど、名前に惹かれたアップルマンゴー。アップルなのかマンゴーな、どういうこと？アップルマンゴー先生なんですか？アップルマンゴー、ちょっと、マンゴーでも、うん、すごいフィリピン系の黄色いのと、うんうん、アップルマンゴーでちょっとこう赤みのある丸っぽい形の、あー、分かった。じゃあ日本のはアップルマンゴー系？宮崎のは多分ちょっとアップルマンゴーっぽい、うん、そうよね、だってタイのとかって薄っぺら黄色いやつ、ちょっと酸っぱい感じよね。鮮明が、あの、高菜フルーツかどっちかの違いみたいな、そうね。ちょっとだから高いマンゴーってことですね。そうよ、ゴールデンパインでございます。パインね、はい、パインと、パイン、ね、で、私といえばもう筋トレじゃない？てか、純子さんなんか筋トレ系ちょっとかぶってそうだけど、オートミール、これはもう、あ、オートミールね、毎朝私が食べてるやつをね、ちょっと持ってきたのと、オートミールまずい、毎朝私が飲んでいるゴールドジムのヨーグルト味のプロテインでございます。プロテインね。この食材、持ってきたんだ。うん、持ってきた。測って。この食材でやりたいと思う。でもなんかこの辺は全部なんかコンビニで手に入るのでそう、ね、あのこういうの書いてますよね。全部ね、あのイレブンセブンさんです。そう。はい。だからお手軽に皆さんもスムージー作ってるよ、ね、ね、そうそうそう。うん、まあ、見てる皆さんの方がすごいのを作ってるかもしれないけど、ね、そうね、私たちが一番ズボラだからさ。はい、じゃあズボラのずんこさんは、私はこの箱と、この箱と、いちご、これさ、もうもはやただのプロテインじゃない？あと、あ、私、バナナ持ってきたよ。バナナ、バナナどっかに、あ、あそこで、あそこで、あそこ、ありがとうございます、はい、今日お手伝いさんもね、いてくださって、ありがとうございます。
バナナでね、これぬくもりを出すんですけど、あ、ぬくもりじゃない、ぬくもりじゃない、ぬくもりじゃない、ダブルバナナ、ぬくもりまったり感を出す、まったり感を出す、バナナを、そう、さっき入れ忘れた片栗粉的な感じ、そう、ちょっと粘り気を出そうかなと思って、スムージーのね、バナナを買ってきました。まあバナナ栄養価高いので、タンパク質をねしっかり取った方がいいですねっていうことですね。取りすぎっていうぐらい入れるわね、18g。私もね、あれブルーベリーとかミックスベリーを買おうと思ったの、スーパーマーケットで、ただね今日ね日本のスーパー全部開いてなくてお休みで、そっか。そうで、ミックスベリーっていいんだよ、抗酸化作用とかいろんなのがあって、うん、肌の乾燥してるとかねいいから、それでねすごいつやそれを食べ続けて、すごい肌が変わった人いるの。ミックスベリーで、でそれなんかいるんだけど、インスタの中でビタミン C も入ってるの。そう、おしまい、終わり。あ、すいません。じゃあ、イチゴをね、これ、ヘタっていらないよね。あのね、オイコスが邪魔して全然映ってないんだ。いいとこがさ、じゃあ、ヘタを取ってください。開けます、ね、ヘタ何個、イチゴは何パック、3パックとも使う、まあ、ちっちゃいから3つとも。そうね、ヘタ取りました。1パックは先生の、あの、素敵な息子さんにあげようかしら。バナナの皮を見てください。バナナの皮を見て、ヘタ切ってないじゃん。取っていいんじゃない？包丁いらなかった。それでもこのさ、残っちゃう。ここ嫌だもん。私これ当たったら。あ、嫌だ。はい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 。これ入れて。え？あ、そんな無計画な感じなの。そうよな。料理なんてね。そうよね。料理なんて人生。なんか名言っぽいですね。ね。多分純子さんみたいなタイプの方がお料理ってもう結構材料とか、うんうん、かる、レシピ本見るとそう測っちゃって、工程もこの順番ってなんかやらないとって なんかなりそうなイメージですけど、私とか先生さ、意外と材料をバッてみて、あ、これね、そうオッケーって言ってなんかもう自分のイメージでやっちゃうタイプだね。そうそうそう、分かる。そうそう、あのね、一見多分私が大雑把で、パディさんが神経質に見えるんだけど、逆なの。逆よ、分かる分かる。私の方が神経質。神経質。料理の時もすごい、料理で性格出るので。料理もそうだし、作品作りもそうだけど、すごい神経質、ね、意外と。私結構、まあ私の中でなんか意外と川下さんも分かってきてると思うけど、うん、あの、私って何でもやりそうな感じするんだけど、意外となんか自分のなんかビジョンがあって、うん、え、それはちょっと合わないってものがあると、うん、多分あんまりいい反応しないんだよね。そうね、で自分の中で消化しないと多分無理かもしれない。見てー、すごい綺麗。うん、私今日はカオル先生好きになりました。めちゃくちゃ嬉しい香り。ああ。美味しくいただきました。大体3秒ルールだったね。あ、そういうの入れちゃうタイプだよね。私で入れない。あ、ダメなんですか。ダメなの。あ、やっぱりだ。うち結構3秒ルールは私も当たり前なんで。あ、でもね、30秒ルール、床に落ちたものは食べれるんだけど。え、どういうことですか。こっちの方がどういうことでしょう。ここ一応キッチンの作業できるとこなんで、うん、あんたちょっとあの神経質うんぬんじゃなく、人としての遺伝子がおかしいんだから。はい、できました。バナナのこれ、うん、こちらと、うんうん、このバニラのこちら、バニラなの。で、バニラにしようかと思ってるの。あ、じゃあこれはいらないの。私はバニラにしようかと思ってるの。バニラで後でいただきます。そう。すごいいいね、なんかこういうさ、あの楽な動画。これ知ってる？いいです、楽です。これ、こうやって切って、はい、こっち切らないと出ないのよ。押したら出るだろ。違う、あの、ドボドボドボっていくでしょ。これスムーズで、牛乳でならなかったのかしら。あ、なるほどなるほど。牛乳パック使ったことない。ジムさん、じゃあ残り切りましょう。こうやって出るの。こう片方だとバン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 って出るの。だけどこれだとこうやって出るの。そういうのは全部お手伝いさんがやってくれる。見てー、すごい。CM みたい。イタリアみたいね。わー、素敵だ。これね、本当ね、味ね、なんか美味しそう。もんナッツ入れたかったの。そう、いいですね。ナッツ入れたかったの。ないな、ないな。先生、これどうやって作るの。上から押せばいいんだっけ。私もちょっとあんまりわからないんですよ。はい。あ、でもそんな感じですね。フラッシュとローがあるんだけど、あのフラッシュは、あ、多分最初フラッシュでやるとバッバッってなるんですよ。そう、ローじゃん。ぐるぐるぐるって。あ、ローどっちでもいいな、どっちでも。わー、すごい。わー、すごい、うるさい。あ、もういい色になりましたね。もういいんじゃない。あ、そうね、あんまやるとさ、スムージーのあれがなくなっちゃうね。何？あれ、それでいいの、それでいいの。どうだろう、でも意外とバナナが、固まってたりするかも。そうそう、フラッシュ、なんか、わ、そうそう、フラッシュやると、なんか、踊るんですよ。こういう感じよね。そう。あ、そういうことなんだ。私、感覚でやってる。あの、上下入れ替えてるのね。そう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 。ブルーベリーやるのと。
結構フルーツたくさん入ってるね。一回見てみよう、うん、いや贅沢ですね、すごい。だって贅沢だね、バナナといちごたっぷりなんで。バナナンバナナンバナナン、わー美味しそうよ。もうあ私も似た食材だから。グラスを、あグラス、グラス、こちらですね。私は大丈夫です、結構性格的に全然大丈夫。下向き、やこっちもいい、これでいいんだ。あいきますよ。あすいません、聞いてなかった。はい、あーこぼれました。純子さんが作りましたスムージーでございます。いちごミル、いちごバナナバニラスムージーです。いちごミルクちゃんバナナ風味ということになっていただいた。でもね、これ飲まない、飲まない。あ、そうです、そうです、そうです。どうしてどうする、洗ってくれるんだ、ありがとう。純子さんが洗ってます。私なら洗ってるかもね。あ、さっき言ってましたよね、うん、先生の入ってる、入ってる食材嫌だから一緒じゃないじゃん。嫌なんですか。ありがとうございます。あ、どうしたんですか、うん、あれないのかな。すみません、先輩に表しました。いいのよ。皆様、こちらがお皿を洗う女装です。どうぞご覧ください。なかなか見れないよ、なかなか見れないよ。どんな時だってずっと二人。先生、ほら、なんかさ、質問はビヨンさん、今していいですか。全然いいよ、して。なんかいろいろね、病院とかにもちょっと行ってみたいなって思うんですけど、ね、ただ私の悩みっていいですか、うん、小じわ、もう顔全体の、うん、深いシワはないんですけど、うんうんうん、こうやっぱ皮膚が薄くて、ね、なんか全体的にシワっぽい顔なんですけど、うんうん、それに効く何かいいものはない。そうですね、まずまだ深くないおしわっていうのは間に合うおしわで、一番大事なのは何よりもスキンケア。先生あんまり得意じゃないし、はい、あんまり興味ないとおっしゃってたな。そこをね、手を抜くと、たとえどんなレーザーとかどんな美容医療をしてもうまくちゃんとね、肌は応えてくれない、やっぱり子育てと一緒よ、はい、子供ずっと放置してて言うこと聞かないのと一緒じゃない。お肌もだから構ってあげて、ちゃんと面倒見てあげたら言うこと聞いてくれるんだよね。なんか一時期、うん、何にもしないなんか美容、ズボラ美容ね、なんかあったじゃないですか。あれ結構いいなと思ったんですけど、あれも一理あるんですけど、うん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 、例えばタティみたいにめちゃくちゃいろいろ知っててやってて、うん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 、やりすぎてる人がやっぱり断食みたいな感じ、肌断食みたいな感じで一回ストップすると、いつも与えられてる栄養がなくなって肌はあれってなって頑張ろうとするんだけど、常に与えてなければ結局砂漠状態だから、ストップしたところで元からもらってませんけど、感じなんだよね。すごい、わかりやすい。だからまずはね、やっぱりね、先生の場合は美容医療に手を出す前にスキンケアをちょっとかけたらいいと思う。肌がよくわからないんですよ。本当に初心者のもう基本的な質問なんですけど、じゃあ化粧水やって、美容乳液やって、美容液やって、やってクリーン。私こういうのも神経質なんですよ。こういうのも神経質なの。洗剤で洗ったら洗剤がずっと落ちてくるまでずっと洗っちゃうタイプなの。それは皆さん。もし残いや落ちきるから、もう大丈夫でしょっていうところに超えてるのに。まだ心配になっちゃって、心配になっちゃうの。もし洗剤が入ってて、裏ついてるの、全然こんな勢いで。いや、今下にやったからね、下にやったから。ごめんなさい、ごめんなさいね。お皿とかだって入念に洗うの。先生の場合はスキンケアも初心者だったら、本当にメーカーさんが推奨しているライン使いっていうのが一番簡単だと思う。例えば、ラインってわかります？例えばその化粧水、乳液、美容液、クリームまで一つのメーカーさんで揃えるっていう。私たちみたいな感じだと、もういろんな自分の好きなブランドから自分の必要な成分をピックアップして使うんだけど、そう、わからないっていう方はそのラインでドンって揃えれば被ることもないし、浸透が邪魔したりすることもないし、うん、ちゃんとうまく使えると思う。ありがとうございました。はい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 、ありがとうございます。これ先生、順番どうしたらいいですか。私もこれ初めてなんですけど、こういうでもね、回しやすくするためにはちょっと液体系から下に入れた方が、はい、怒られた、自分でやれって言われた。そうよ、でも液体上にこれ回っちゃうと間に濃いの入れて、私は先にじゃあタティの方でブルガリアヨーグルト、明治さん、ね、明治さんお願いいたします。ヨーグルトね、私明治のね、ミルクチョコレート大好き。全然結構全部入れても良さそうな感じするね。じゃあ構えますね、
さっきこれ2本入れたんで、そうですね、それ500ぐらいだから、一緒ぐらい、そうですね、これで一緒ぐらいだ、さすが純子さん、はい、さすが、そう、私ね、すごいね、そので、次にブルーベリーいきます。あ、すみません、仕方ないから、これだけちゃうしね、全部入れないね、これ全部入れちゃっていいんだよ、全部、うん、でももうちょっとよ、じゃあ残せます。その方が味が濃くていい、分かった、美味しいのは間違いないです。あふれなければね、あふれそうよ先生、できる、あと粉だわプロテイン、プロテインもあのヨーグルトに合わせてヨーグルト味に今日はしてきた、あらー、いいですね、まあおしゃれ、これは本当にタティが毎日飲んでるゴールドジムのプロテインです。あんまこれ飲んだことない、ジムもじゃゴールド、ジムはね、エニタイムなんです、あー、エニタイムフィット24時間の、あ、じゃあもう自分でお家からね、2分ぐらいのところにあるの、あ、先生、私のうち、さっきあるんですね、うん、ご存知、んだよく存知、すごい、溢れちゃう、ね、大丈夫あ、あ、間に挟んだもの、まあいいや、いいや、まあゆっくり回ればね、別に回す、回したさっき、やだ、なんかこっから、こっから 出ちゃうよ、絶対出る、真ん中から出てたのちょっと盛りだくさんな感じ、ロあ、でも徐々に、あ、徐々に降りてくる、いい感じ、なかなか上の子たちがはい、はい、はい、はいにしてみて、え、フラッシュじゃない、フラッシュが動かないです、表よ、あれ、ちょっと負荷が負荷がかかりすぎたのかしら、ええ、やばい、ハプニング、事件です、姉さん姉さん、オートミールが全く上の方でずっとなんかね、水気が足りないのかしら、いや、まだ全然、あの、いや、果物がみんないるじゃん、果物が全然ある、やっぱり先生、順番違ったんじゃない、いや、だって粉は多分上じゃない方が良かったと思います、でも液体、上にこれ回っちゃうから間にこういうの入れて、ね、先にこれ水気いいと思う、足んなくない、ドルちょっとバニラ一本ポンキュッキョバニラ味のなんか二人の味が融合する感じですね、マリアージュしましたね、あ、いい言葉、はい、マリアージュでもさ、ヨーグルトだけでこれが何の食べ物か分かんない、マリアージュ凍ってるからだ、あ、そうよ、あ、そうっすか、だからだよ、ちょっと時間かかる、あ、OK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 、怒られたのかそんなダメやなって、バカじゃないあと何やってんのよ、溢れてこれ、ほんとに長いお箸でとりあえず入れる、あとお箸で一回さ、果物下にちょっとして、はいはい、純子さん、この辺はやっぱりね、はい、まあ、純子がやりまーす、箸逆だし、はい、やあー、ほら回った、あ、そうですね、冷凍だからちょっと硬いからね、ちょっとバイタミックスとかだったら回るんですね、冷凍で頑張れ、ゴーグルス、この絵面がこういうの、え、なんかこの辺白いけど、それはもう粉よ、先生、これなんかもういいのよ、そんなの、それはいいそう、一回ちょっと混ぜた方がいい、粉を、粉をまあ、いいと言えばいい、まあ、いい、家だったらいい、いいね、家だったらいいですもん、はい、うわー、満タンちょっと多分ね、あのタンクタンク、マウンタン、なんかもう一個、もう二個来たから飲む気になるんですね、あ、あ、だからそうでしょ、ほら、怖いな、ありがとう、難しいのよ、その予想がさ、ね、予想意思が必要な、予想意思、これも冷やさなくても冷凍を使ってるから、そうよ、そう、それも考えて、タッティはちゃんと冷凍してくださいよ、あの女の人言ってる、いや、ほんとだと思う、冷蔵庫で冷やせば冷えるんですよ、皆さん、でも分離してない、してないから紫がタッティ作ブルーベリーパインアップルマンゴーヨーグルト、オートミールで、ピンクが純子さんバナナイチゴプロテインバニラです。じゃあいただこう。
ただきます。おいしい。うん、まあでも普通に、大阪の地下のミックスジュースの味。普通に、普通にあの、うん、普通にジュース、普通に美味しい。普通にイチゴとバナナと、だってバニラ、なんかさ、豆乳しか入ってないの。ちょっとレモンの風味するのはなんで？あー、イチゴのビタミン C かな、かもね。酸味が入ってますね。そうですね、それが美味しい。あ、でもやっぱイチゴかな。でもね、バニラ感ないね。うん、ぶっちゃけ美味しい、うん、バナナがやっぱ強いね。バナナが強いね、美味しい。普通に美味しい、美味しい。うん、すごい入れてる。あ、おいしい、あ、おいしい、おいしい。あ、これヨーグルトが効いてる。ジュース、ヨーグルト効いてるね。お店になんかこうある。おいしい、こっちの方がおいしい。うるさ、もう判定。じゃヨーグルトってやっぱすごいね。うん、明治さんのヨーグルトがおいしい。すごい。あれは味付けのないプレーンのやつでした。あとやっぱりあの今ね、あの冷凍のをね使ってるから、こうやっぱりシートみたいな感じで、うんうん、しっかりね、食感がオートミールで残ってるかも。え、本当？うん、それは損じてるわけじゃなくて、うん、でも朝だったらやっぱちょっと冷えちゃうから、純子さんの朝飲むんだったらこれで、うん、日中飲むならこっち、そうそう、ね、っていうなんか飲み分けでもいいと思う。でもさ、プロテインもオートミールも取れるの、あれかもね、うん、夏とかさ、うん、日中にね、子供たちとかいいんじゃない、純子さんのこれを、いちごを冷凍のだからミックスベリーであれば完璧じゃない。完璧だね、冷たさんのさ。おいしい、今全然毎日飲めますよ、ね。うん、私ミキサー買おうかしら。え、ないんですか家に。ない。開けるよ。開けないよ。いや、ミキサーあの今は結構コンパクトな、一人分使わない、ちょっとビーってあるし、なんかあとはなんかこうあの万能の、うん、なんですか、ブレンダー。そう、ブレンダーとかでもこれくらいだったらね、一人分だったら作れますね。バナナの味しかしたくない。でも美味しい。美味しいですよ、全然。イチゴを感じるよ。全然。うん。やっぱオートミールのこの食感いいね。うん、いいね。うん、なんかシェイク食べてるっていう感じ。うん。うん、お腹に溜まりそう。これじゃもうサクサクこれ食べとけば、もうこれでだっていいんだよ。もう食べて、うん、うん。一食。これダイエットできるんじゃない？まあ、ダイエットできる。オートミール。ジュース、だってジュースこの美味しいのに大丈夫ですか？うん。お腹のさ、カロリーはね、ダイエットね、うん、関係ない。関係はあるけど。うん、運動をあんまりしない人ならカロリーは関係した方がいいけど、運動する人ならカロリーよりも脂質を気をつければいいので、これとか大丈夫。これさ、お腹たまるからいいね。うん、結構お腹いっぱいになる。これお腹いっぱいにならない。正直、うん、2杯はだから、これスムージーダイエットとかあるのかな。あ、モデルさんとかモデルとか飲むじゃん、スムージー、うん、何飲んでるんですか、うん、朝はスムージーねみたいな、うん、嘘つけばなろうと。あのオートミール、私よく自分でレシピで使うんですけど、うんうん、オートミールパンケーキもよく作るんですね。その時もプロテインの粉と今のオートミールをもっとあのコーヒーミルクもっと細かく砕いて混ぜて、卵入れて牛乳入れて、それで焼くだけなんですけど、ベーキングパウダー入れないで薄い、いわゆるアメリカンパンケーキみたいなやつができるんですけど、あれも美味しい。オートミール、枝豆香りやったの覚えてます？覚えてますよ。オートミールの好み焼き、うんうん、めちゃめちゃ美味しいんですよ、ね、オートミールって味がなんか良くも悪くもないから、なんかね、逆になんか山ふわふわってするんですよ、うんうん、なんか山芋を入れたような食感なので、うん、私どっちかっていうと薄力粉よりもオートミールの、うん、健康的、そう、うん、あのお好み焼きの方が好き。その時も砕かず、あのね、砕かなくていいです。あ、じゃあもうさっき持ってきたあの大麦みたいな、あれをちょっと水にちょっとあの冷水してちょっと柔らかくしてからですけど、なんかね、前ね、お付き合いしてた、ね、男性が、うん、オートミールかなんか鶏肉のね、カレーを作ってたの、うん、いや、カレー大好きだから美味しい、おい、食べたいとかつって、うん、で、カレーに行って食べたのね。で、うん、それ以来オートミールダメになっちゃって、でもまた、でも枝豆香の美味しい美味しい食べてましたよ、僕もね。でもそれって、ほら、美味しかったからね。はい、というわけで4票で私の勝ちをね。そう、すごい。そうですね、おいし、今こっちばっかり、ね、すごい。でもジュンクさん、うん、美味しい、いいや、そういうの。でも見て、そういうのいいから。それはあと何も使わなかったじゃない、バナナのザバス。それはあなたが持ってきた。これは視聴者にプレゼント。
タティアナチャンネルの商品プレゼント、こちらまで応募ください。タティアナさんもだって飲むでしょ。飲む、あの箱で買ってる。明日プルンプルンじゃないお肌、ビタミン C たっぷり、うん、これお腹いっぱいになるね。そう、でもヨーグルト強いよ。うん、ヨーグルトとなんかすごいよね。ビフィズス菌も食べたで取ったでしょ。うん、めちゃくちゃ美味しい。ビフィズス菌食べたでしょ。バランス、スーパー、そんな面白いこと言った？スーパースムージー。なんか、つぼってますけど、どうしたんですか？ビフィズス菌食べたでしょ。やばくない？ビフィズス菌は食べたけど、ビフィズス菌食べたってすごいだろ。ちょっとしちゃうね。どうしちゃいました？あー、もうビフィズス菌食べた。なんか美容は悪いことじゃないんだけど、うん、なんかたまに女の人じゃなくても女の人もそうだけど男の人でももう美容にはまりすぎちゃって、うん、こうやってあ綺麗だなって写真見るじゃん、素敵だなと思って、どん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 見ていくでしょ、どんどん見ていくともう本当に何だろう、お人形さんみたいになっていくわけ。はい、というわけで、今日はカオル先生とズンコ先輩をお迎えしてスムージー対決させていただきました。結果タティのブルーベリーヨーグルトスムージー圧勝でございました。すごい飲んでる全部。はい、全部飲みました。いかがでしたか皆さん、今日は私飲んで、結構飲んでるよね。お食事食べてからも、ね、ほら、美味しいから飲んじゃうんです。カオル先生どうでしたか、美容のね、いろいろ気になるところは、まあ、相談して。もう時間足りない、まだ聞きたい。今ほらこっからお金発生カウンセリングお願いします。でもタティのチャンネル本当にね、美容に興味ある人とか、やっぱりね、いろんなことを気になってる人もいるし、はい、まあちょっと一歩踏み出せない、ね、方もいらっしゃるけど、本当ね、もっともっと皆さんかけるよりも気軽、ラフ、すごくフラットだし、フランクだしっていうところがあるから、ぜひね、委員とかにね、行っていただいてカウンセリング受けるだけでも全然ね、DM とかでもいいですよ。そう、自分の気持ちもね、まず変わるから、そこが大事だと思いますよ。すごい最後にいいこと言った。はい、締めていただきました。このようにこのチャンネルではこんな感じのダラっとした動画も撮らせていただいております。よかったよと思われたらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。締めの挨拶がありまして、私一緒にやっていただいていいですか、はいはいはい、タティラタティリブーという美しくなる魔法って言ったら、タティラタティリブーって一緒に言ってください。タティラタティラタティラタティなので、タティラタティリブーです。はい、はい、お願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。美しくなる魔法、タティラタティリブー。